エリエセル・アレクシス・エルナンデスは、ベネズエラ・ボリバル・共和国・ミランダ州、ランデル市を組まれ、デル・トゥイ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。エルナンデスは2012年5月31日、インターナショナル・フリーエージェントで、ヒューストン・アストロズと契約を結んだ。同年6月11日に、アストロズ参加の r 級、DSL ・アストロズで、プロデビュー。 同シーズンは DSL に専属した。シーズン成績は8先発49円、35.0回を投げて1勝4敗にセーブ、防御率4.11を記録。2013年も RQDSL に専属した。シーズン成績は12先発19円、57.1回を投げて5勝1敗、防御率1.26を記録。2014年は、 RQ GCL アストロズに転属。8月2日に RQ グリーンビルアストロズに転属。同チームでシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で4先発89円。45.2回を投げて5勝1敗。防御率2.17を記録。2015年は A-9 トリシティバレーキャッツに昇格。7月12日に AQ クワットシティーズ・リバーバン・リッツに昇格、同チームでシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で9先発69円、66.1回を投げて3勝4敗、防御率3.12を記録。2016年は A 級ランカスター・ジェットホークスに昇格し、開幕を迎えた。5月26日に A 級クワットシティーズに降格。8月6日に A 級ランカスターに最小格子、同チームでシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で19先発後9円、107.2回を投げて6勝8敗、防御率4.51を記録。2017年も A 級ランカスターで開幕を迎えた。5月13日に DL 入り。7月5日に r 級 g c l で復帰登板し、7月22日に A 級ランカスターに復帰、同チームでシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で13先発後9円、73.1回を投げて5勝5敗、防御率3.68を記録。オフにウィンターリーグである LVBP のアギラス、デルスリアに所属5試合に先発した。2017年12月14日。 ルール5ドラフトでマイアミ・マーリンズがエルナンデスを指名し移籍した。2018年は A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツで開幕を迎えた。4月29日に A 級ジャクソンビルジャンボ・シュリンプに昇格。5月10日にメジャーへ昇格。同日行われたアトランタ・ブレーブス戦で9円投板し、メジャーデビュー。この試合では2.0回を投げて無失点であった。 5月16日のロサンゼルスドジャース戦でメジャー初、先発。この試合では5.0回を投げて1失点であった。5月21日に先発した、ニューヨークメッツ戦でメジャー初敗戦。7月11日に休援した、ミルウォーキーブルワーズ戦でメジャー初勝利。8月24日に、右薬指の肉刺しで、DL 入り。9月2日に、 トリプル A 級ニューオーリンズベイビーケークスで復帰登板し、9月4日にメジャーへ復帰、シーズンの終了をメジャーで迎えた。このシーズンのメジャーでの成績は6先発26、9円、65.2回を投げて2勝7敗、防御率5.21を記録した。2019年はトリプル A 級ニューオーリンズで迎えた。最速93.8マイルパワー。 平均9 1マイルパワーの速球を中心に、平均8 0マイルパワーのスライダー、平均8 3マイルパワーのチェンジアップを使用した。ありがとうございます。